はい、5月の4日水曜日、今日も祝日です。緑の日です。新聞コラムの音読を行います。緑の政治という言葉がある。50年前にオーストラリアのタスマニア州選挙に向けて原生林伐採に反対するグループが活動したのが始まりとされる。環境保護を訴える政治運動はその後世界各地に広がった。最も成功したのはドイツである。緑の党は1983年に当時の西ドイツですでに国政進出を果たしていた。去年末にドイツに発足した連立政権でも緑の党は社会民主党 SPG や自由民主党とともにその一角を占めている。ドイツは第二次大戦後平和主義に徹してきた。ところがロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにして安全保障政策を大きく転換させた。ショルツ首相は国内総生産 GDP 2% まで国防費を大幅に引き上げる方針を発表している。先週末にはウクライナに戦車の供与を明らかにした。紛争地には武器を送らないとしてきたこれまでの方針の変更である。消極的だった与党第一党 SPG のショルツ氏に緑の党のベアボックス外相が本意を促したようだ。もともと新左翼の流れを組む緑の党は政治理念としてエコロジーと並んで非暴力平和主義を掲げてきた。ただし人道が危機にさらされる場合は別だ。ベアボックス氏は新疆ウイグル自治区で少数民族への弾圧を続けている中国政府にも圧力をかけるようかねて主張してきた。ショルツ氏はメルケル前首相の中国重視の外交と一線を画す姿勢を見せている。アジア最初の訪問先に日本を選んだのもその表れだ。新緑の季節に緑の日に日を迎えた。自然に親しみ恩恵に感謝するとの趣旨はもちろん大切だ。ただ少なくともドイツでは人権侵害には完全と戦うという強い意志もまた緑色に含まれている。令和4年5月4日水曜日祝日緑の日の産経明王の音読を終わります。ドイツ緑の党躍進。今日の表題は祝日緑の日に考えると表題をつけてみました。ありがとうございました。